これ裏側だよ、うん、こんにちは、ヒザルです。どうも、翔です。翔さん、今回もよろしくお願いします。はい、今回はコルさん、はい、もうこのタイトルやだ。貧乏経営者一件ゼロ円収集まとめ、イエーイイエーイ。貧乏経営者と書かせていただいてるんですけど、はい、集客にお金をかけるというか、うん、売上を立てても使い方がわからない人にお二人の考えから見ていただいて、何かこう今後の参考にしてもらえればなとは思っているんですけども、そもそもさ、コロスケの周りってもう経営者ばっかやん。コロスケの言うている貧乏ってのはどの辺の、どの辺が貧乏なの、はい、言うたらその年商でこれぐらいで、月に使える予算がこれぐらいでみたいな、ざっとあるやん。僕のこの企画の想定としては、会社として使えるお金がほとんどない。なんだったら自分のお給料をちょっともう少なくして、でも会社に何かしら補填して、やっとこう会社に利益みたいなのが出るかな。ただその利益を自分で取ったとしても、あんまこう成長にもつながらんしなみたいなぐらいの人なんで、集客のためにお金を使うっていうのにあんまりお金をかけれない、うん、じゃあ本当にお金をかけずに集客をどうすればいいんだっていう、そのまとめを出せばいいと思いますね。はい、OK、はい、です。はい、はいはい、概要欄の方にですね、はい、新たか彦公式 LINE をご案内させていただいております。集客の方法だったりだとか、セールスの方法もそうなんですけど、いろんなね、情報を配信させてもらったりだとか、一緒に勉強しようと思って会場を抑えさせてもらったりとかもして、有料無料問わずね、勉強会ってのをやってますので、よかったら1回ぐらいね、ぜひ来てみてください。あと同じく概要欄の方に翔さんのチャンネル貼ってありますので、ぜひ合わせてみてください。よろしくお願いします。ではコロスさん、はい、ゼロ円集客の方法吟じちゃってよろしいですか。吟じちゃってください。ありがとうございます。どうですか今のうちで吟じは、ね、きついですか。大変なんですか、きついって、はい、そうです。きついね。はい、なのでちょっと今日このテーマで、はい、お願いします。はい、一番最初、そもそも集客にお金をかけるタイミングって、はい、お二人の場合どんなぐらい利益が出たらこれぐらいかけるのか決めたりすることってあったりしますか。いや、俺ね、決めてないな。基本的にキャッシュフローがまだね、潤沢に出てない時っていうのは、もう出てきたお金をもう生活費できるだけ刻んで、もう再投資を、広告費とか、うん、すぐに数字が跳ね上がる人なんて、さっさと全部つけちゃう、うん、基本じゃあ、利益を出たら、それをまあ残しておくっていうのが一つ会社で必要なことなのかなとは思うんですけど、結構比較的すぐそれは次の集客っていうか、次の施策のために回すことが多い。うちの初期っていうのはそうだったけど、うん、今は全部回すってまあまあの回し方になると思うから全部じゃないよね、うん、あでも出資はしてる、いろんなところに、うんうん、出資しながら新しい会社っていうのを育て始めてるから、うんうん、出資、あとお金だけじゃなくて知識も入れてってるから、そういうようなお金の使い方にはなってってるかな、うん、そもそもゼロ円集客で出させていただいてるので、集客ってゼロ円でできるもんですか。できる。例えば別にもう01の段階じゃなくても、ある程度売り上げ立ってるような経営者さんでも0円でやろうと思ったら、本人が動きがあればできる。なので今回はその0円集客まとめなので、これから集客をしたい人が今回のこのまとめを見て、あ、それうちでもできるかもっていうのをぜひパクってもらえるぐらいのものにできてればなと思うんですけど、過去なんかこれが0円でできたよとか、見てるクライアントさんでこんな別にお金かけなくてもこんだけ集客できたみたいな実例があれば、なんか教えてほしい。いや、当たり前のように SNS ハックじゃダメなんですよね。自分の発信をためて無料でできるものをさっさと動かすっていうのと、ここならさんとかポータルサイト全部掲載は当然だよね、うん、例えばなんですけど、北原さんの場合も美容室で店舗っていうものも集客が必要かなと思うんですけど、うん、はい、そこでやったこう0円できることで言えば、 SNS とかネット以外になかったりします。 SNS 以外、ネット以外ゼロ円はないね、うんうん、リアルになっちゃうと色っぽい。だってそれ印刷するのにすげえ金かかるよ。すげえっつっても5万とかね、うん、あのまあまあ印刷したから俺、うん、だからもう SNS 以外全部何かしら金かかっちゃうよ今、うんうん、さっき言ってもらったビラ配りも言えば、あの、まあ、手書きやね、そうそうそう、うん、っていうところも考えて、今回ごめんなさい、ゼロ円集客って僕から言ってるんですけど、ある程度めちゃめちゃ安い金額でこんだけ効果出たりするよっていうのがあれば、そしたらもうチラシいいんじゃないの、うんうん、チラシとポスティングもう尖らせまくったチラシだよね、うん、俺普通にだってディアーズ作ってる1店舗目手書きチラシ出したぜ、手書きで書いたもん、うんうん、そしたらお客さんはすごく特徴的な字だったのでつってなって覚えてるもん、ね、結構集客できたわな。これ北原さん
んが今こういろいろ店舗広げていらっしゃるじゃないですか、はい、それこそ今1店舗目の話してもらったと思うんですけど、はい、他今こう広げてる店舗の1店舗目とかまだそんなにこう広がりきってない店舗の集客って一番最初何でやってたりするんですか？今はもうチラシはやってないんだけど、うん、単純にリスティングとディスプレイ広告端末の方に広告が流れるように検索しなくても流れるようにディスプレイ広告出しちゃったりとか、うん、Facebook、Instagram で広告が閲覧されるようにはしてある。じゃあ結構やっぱり勢いつけようと思ったらお金を広告とかにかけていければスピード感は持ってるけど、まあ、初動はね、でも SNS ではね、そしたらもう SNS ちゃんと育てた方がいいよ、0円でやるって言ってくくるんだったら、うんうん、あのね、ものすごく大事なマインドセットが一個あって、はい、まあ、俺は焦るんだけど、うん、あのお客さんが来るって当たり前じゃない。俺もこの前ちょうどね2日前家休みなしで80人集まってんけど、うん、まあ、そこでも俺ずっと教えてたのがその、まあ、ポータルサイトとかでもやっぱりポロポロ入るわけよ。なるほどね。で、月に1人か2人しか取れません、うん、っていうサイトももちろんあんの、うん、うちも掲載してんの、うん、でなんでっつったらやっぱその1人2人でも来てくれるっていうことにやっぱ意味があるわけだから、うん、1人2人しか来ないからもうこの媒体やめますとかになって来るのが当たり前ってなると収益絶対落ちるから、うん、なるほどね。そこだけはね本当にね持っといた方がいい、マインドセットとして。え、翔さん、この3日4日でしゃべくりセミナーみたいなやつやってましたよね。 あれって結構人数多くなかったですか？ 80… あれがそれ？あれがそれ言ってたやつ。あれって有料でやったんですか？あれ有料5000円。有料5000円の何をお伝えされたんですか？しゃべくりブートキャンプって何も決まってないんだけど、あのセミナーマーケー教えてやるよっつってブートキャンプしたんです。そう、でもね、めっちゃ重いのが8時間ぶっ通しで、しかもね、僕がセミナーのやり方を教えてあげる。でね、もう重いのが売り込みもやるぞ、はいはい、実際に見せてやるっつって、はい、で実際売り込んだ商品が10個くらいだったの。でもみんなはめっちゃ楽しかった言うて、はい、なんか学びになってる人はとかみんなであげるの、うん、でも気付いてるみたいな、死ぬほど売られてるんだよとか言ってみたいな、なるほど、ね、笑いながら、でみんな分かってるけど買うの。え、その単価どれぐらいの商品？ね、単価1万円2000円から、まあ、軽症の99万、まあ、でも全部いろいろこう掛け合わせてるけど、なるほどね。でもね6000万ぐらいで、え、その1日で？1日で。マジで？結構どんですか？え、その80名で80名これ裏側だよ、うん、今言っていただいた、まあ、しゃべくりとかもちろんタラさんのこの YouTube とかはあの編集とか入れたりすると0円でやるともちろん難しいかなと思うんですけど、まあまあまあ、0円集客で、はい、やっぱり今代表的に出たのが、はい、Twitter であったりだとか、うん、Instagram とか Facebook みたいな、うん、やっぱり文字媒体みたいなのが、うん、さっき01やりやすいからそうなんですけど、そこでやっぱり集客をするってなった時の配信でこう気をつけないといけないこと、なんかとりあえずこれで集客ができるんだと思って、それ SNS 始めたとしても、集客できなかったら意味ないかなと思って、はい、やっぱ集客するために必要な要素ってあったりしますか？はい、まずね、やっぱり当たりをつけるところだね。どのような角度のコンテンツを出していくことによってフォロワーが増えるのかとか、しかもその属性、その増えたフォロワーさんがもしかしたらお客様になってくれる可能性があるフォローなのかどうかっていう当たりをつけること、うんうんうん、だからもうさっさと小さくていいからとにかく1人目をどうやって集客するのかって、この1人目をちゃんと分析するっていう部分だね、うんうん、そのためには1回0を1にしなきゃいけないから01をさっさと立てて、その01が立つ周りの情報って何なのかなって分かったら、その情報を狙い撃ち、もうその幅の中でコンテンツを投稿していく、いろいろ投稿しない方がいいよ絶対に、幅を広めない、もう狙いに行く、それを、ね、僕は行動動線上って言ってるけど、それ結構この SNS 配信から集客するって僕の中でめちゃめちゃ時間かかりそうだなと思うんですよ、うんうん、それこそなんか1万人とかまで行かないとあんまりこう広い人に知ってもらってなくて来てくれるっていうのはないのかなと思うんですけど、ここのスピード感を早めようと思ったらうまくいく方法とかってありますか？いや、もう普通に0円集客で SNS やりだして来たお客さんから作られる利益あるじゃないですか、それをもう広告費に分回して有料の集客にいかに早く変えられるかどうかだよね。プラスオーガニック、要は無料でも集客する動線を消さないでそこに加速させるためにお金をどん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 入れて回転速度を速く、この回転速度を速くするわけで、わかりました。なんかフォロワーは確かに広告回して詰めるのかなと思うんですけど、はい、大体これぐらいフォロワー貯まったら大体どれぐらい集客できるよみたいなって目安あったりします？目安っていうのはね、そのエンゲージメントによってまるっきり変わるわけですよ。だからよくコロちゃんがさ、はい、北川さんと翔さんのチャンネルはとにかくリピートさんが多いですって言ってるじゃないですか。だから僕らのチャンネルで集客みたいなことをやりだすと反応率が高いと思うんですよね、うん、今は。だから実際に実測ベースでどれぐらいの閲覧とかどれぐらいのチャンネル登録とかっていうのはあんまり影響なくて、まあなんならね50人でも30人でも10名でも
もそれだけちゃんとエンゲージが取れてれば集客っていうのはちらほらと反応は早く出るよね、うん、だからそもそも何千何万っていうフォロワーさんにしなくたって集客っていうのはやろうと思えばいくらでもできるから、うん、いかに早く0を1にできるのかっていう視点で見ていった方がいいと思う、うん、だからフォロワーの数イコール集客じゃないからね、うん、ここのプランでもツイッターで500人ぐらいしかフォロワーおらんけど売上300万ぐらい月で多いね、素晴らしいね、うん、はい、だからなんか発信の内容とかをちゃんと尖らせれば単月にされる投稿ができればいいわけ、うん、うちの顧問生もね去年のね10月ぐらいから僕のところに来てたんやけど、うん、今月の売上がね800万だからね、うん、でこれあのプロモーションとかかけてない800万だから、うん、ちゃんと毎月ね上げてきての800万で、しかもフォロワーさん見るとねツイッターで2000人くらいなんですよね。2000人でね1000万近い売り上げ上げられるんだったらまあ大したもんだよね、うんうん、今ちょっと言ってもらったのは、やっぱスピード感で言えばそんな1万2万貯めるまで頑張って貯めすぎずに長い時間かけずに何百人何千人レベルでももうすぐ集客にフォーカス当てようと思ったら集客できるっていうことですよね、うん、そう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 、はい、じゃあ今言われたように SNS を始めてみて、100人1000人ぐらいからじゃあもう早速集客やってみようかなと思った時に、実際に人を集める時のなんか注意点とかってあります？そうだね、注意点っていう部分で、まあ、有形でも無形でも基本同じなんだけど、購買に近い投稿をしろっていう部分かな。うん、例えば美容室だったら髪の毛を切るとか染めるとか、うん、いろいろあると思うんだけど、購買に近いコンテンツ、例えば座学的なところを投稿してもらうというわけよ、うん、それよりもどうしたら綺麗な髪質にできるのかとか、うん、結局それって一番は来店することだよねっていうところにつながるような、うん、要は来店動機に近いワードの範囲の中でやっていくっていうのはすごく大事だよね、うん、フォロワーを増やそうと思ったらやっぱ座学の方なんよ。だけど来店を取ろうとか購買を取ろうと思ったら、うん、その商品周りのドンピシャな部分をちゃんと狙いに行くってところがめっちゃ大事だね、うん、あとは各 SNS 端から一回運用してみて、自分が更新無理なくできて、かつ反応が早い段階から出てくるもの、このスピード感がすごい大事だから、とりあえずさっさと全部やって、どれが一番こう感触がいいのかっていうことを感じ取った方がいいよね。本当に SNS もさ、 Facebook とか Twitter とか Instagram とか TikTok とかっていろいろあるわけじゃないですか。これを1個しかやらないで1個しか知らないっていうのはちょっともったいないなと思うから、とりあえずさっさと全部動かしてみるっていうのは大事だよね、うん、ありがとうございます。今回ちょっと0円集客っていうところで追って聞いてたんですけど、うん、はい、そもそも貧乏経営者、そんなに経営する上でこうお金に困ってる状態ってなんでそうなっちゃうかって言ったら、原因ここじゃないよ、現状維持でいいと思ってる人もいいじゃん。成長しない会社は悪なんだよ俺の中で、うん、もちろん成長させようと思って動いてても成長せんことも多少あるかもしれんけど、もうこれでいいやってなった瞬間停滞するわけや、うん、で現場はどんどん移り変わるわけでしょ、で売上下がるでしょってなるから、田舎とかにすげえ多い印象やけど、うんうんうん、ちょっとだけそこに異議を申して、ね、どうぞ、質問形式で、はい、翔さんのバリバリ属人化されてる印象って、そこって向上心ってどうなんですか、はい、でも売上落ちてないんですよね落ちてないね、ですよね、そこをちょっと知りたいなと思って。そうだから今翔さんはそうは言ってるけど、翔さんね三重で飲食店もねやられてるわけですよ。でその飲食店っていうのは3店舗でしたっけ、で3店舗がもうバリバリこう属人化された、要は働く人たちの魅力、要はおばちゃんたちパワーで売り上げが維持できているっていうね。でもそのおばちゃんたちは売り上げを上げようとかって向上心がないわけじゃん。向上心ない。でもそうすると今翔さんが言ってるものと意に反してる感じで、なんか地域に根付いてるからかな。なるほどね、地域に根付いてる、なんか違う向上心があるんですかね、数字的向上心じゃなくて。数字はマジでないよ、数字はマジでなくて、でもね理念すげえ落ちてる、翔さんがの理念じゃなくておばちゃんたちの理念。そう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 、ちょっと待って、おばちゃんたちの理念って地元を盛り上げよう、それ地元盛り上げたいんだ。そうそうそう、やっぱりずっとそこに住んでること、うちのおかんもせやけどね、そのエリアのメンターみたいになってきてるのかな。あ、完全そう。だからそれで言ったらそのやっぱりエリアの中でのポジションが確立されてる、大将みたいになってきてる、みたいな。そう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 、だから逆に離れられへんし、なるほどね、うん、エリアのカリスマみたいになってきてるんだね。なってるとなんかそれね、答えな気がするな。だからうちのおかんとかミーコって言われてるんだけどやっぱうちのその周りでミーコって言ったら大体みんな分かるから、あすごいねミーコ、そうってなるのよ。ミーコすごいな、うん、ちょっと勉強になる勉強ならんでしょ、勉強になる、勉強になる、やっぱ地元ね。いやだってさ俺らさそんな
ジネスあんまやってないじゃん。地元愛をさ、ね、膨らませたビジネスってないじゃん、ね、そういうのもね大事というか、一回なんかそういう要素が必要なビジネスもなんかどっかで触ってみたいな。確かに、ね、でもこの貧乏経営者っていうこの貧乏の理由としては、そこから抜け出そうっていうまず気持ちがないんじゃないか、うん、難しい気分あるんやろうけど、本腰入ってないとか、ね、そう、うん、何みたいに生活できるやん。そうなんだよ、そこだと思う。そこがね、ちょっとこうもうえっかってなっちゃってるパターンもあるから、なんかね、やっぱね、生き死にかかってないのってね、うん、やっぱ一つポイントかなと思ってて、結局ね、翔さんだったらこのままよりもモテる人生になりたいのが強かったわけじゃん、動く動機としてね、うん、で僕の場合は生き死にがかかってたわけじゃん、うん、だから結構ね、 YouTube でもそうだし SNS もそうなんですけど、なんか動けない人ってどうしたらいいですかっていうふうに結構言われるんよね、うん、で動けない人を動かすっていうのはね、もう無理なわけですよ正直、うん、だってうちの弟6年間遅刻治んないわけもう無理だなと思ってて、はいはいはい、言っても、うん、これってね、遅刻治るか治らないかって生き死にかかんねえと治んねえなって、もう今日遅刻したら死ぬよっていう風にならないと治んないわけよね、うん、だからタイミングが大事だなってのは思った。だから動かなきゃっていうタイミングで全力で動いてみる。だけどその時に動けなかったら多分タイミングじゃねえってことですね。それよりも欲望とか野望とか毎日に感じる不満の方が強くなれば動く動機っていうのはできるわけですよね。だから本当に貧乏から抜け出したいって思ったら、その抜け出す理由をとりあえず書いた方がいいよちゃんと、うん、俺のセミナーで最近言ってるのは、将来どうなりたいですかって聞くんですよ、うん、でまず書いてみてって言うんですよ、うん、で書いた時に固有名詞をとにかく入れまくって書けと、うんうんうん、奥さんを守りたいのか旦那さんをどうこうしたいのか子供なのか、じゃあその守りたいっていくらあれば守れるの、でそれ期間はどれぐらいっていうふうに書いてって言っても、考えないと書けないよ。今初めてやっと考え出しましたみたいなやつとかは抜け出せるわけないじゃんねっていう話なんよね、うん、だからこれをすぐバババっていくら稼げればいいとかっていうのは書けるようにならないと具体的な行動が決まっていかないから、やっぱ常に考えている、数字に出せるぐらいまでちゃんと考えている。で書けると何が起きるかっていうと、拾うものと捨てるものって選べるようになるんよ。でそこに書いてないことっていうことはもう重要じゃないわけよ。だから書いたことを本気で取りに行く人生を送るのか送らないのかっていうマインドセットをちゃんとした方がいい、マジで、うんうん、はい、ありがとうございます。あります。今回はちょっと貧乏経営者と出させていただいたんですけど、はい、貧乏を抜け出す方法として、まあ、集客の方法も言っていただきましたが、その方のこう行動の根源となるといいますか、はい、お二人がまずそれを行動に移すためにはっていうところを最後語っていただいたので、ぜひ皆さんちょっと参考にしてもらえればなと思います、はい。はい、よろしかったら概要欄の方に北原孝彦公式 LINE をご案内させてもらってますので、よかったら一緒にね勉強しに来てください。そのね、今話したあの自分にとって何が必要なのかっていう書き出すのね勉強会とかもやってるから、それよかったら一回受けてみてください。あの Zoom でね無料でやってるから、なのでそれ参加したいですって LINE 友達になってもらってメッセージもらえれば URL 送るからさ、よかったら一緒にやりましょう。あと翔さんのねチャンネル概要欄に貼ってあるから一緒に見てください。翔さんのねイベントもね、あのちょっと俺しゃべくりブートキャンプ出たかったわ。いや一回出たほしい、あれほんまみんな、あれ出たいわ、めっちゃおもろい。もう振り込まれると思って来てくれていいから。それ来月もやるんですか。来月もやろうかなと思ってる。だから俺がね行く日なんかはねいいじゃんね、もはやお祭りじゃない、祭りや、二人でイエーイってやりながらやるから、ということでよかったら合わせてみてください、はい。あとですね、あのよかったら高評価の方ともうチャンネル登録の方ぜひお願いします。前回の動画でも言ってると思うんですけど、 YouTube 頑張る理由もあればもうやめる理由もたくさんあります。はい、なのでよかったらコメントで勉強なってるよとかって、もう毎回同じね勉強になってるよでもいいんすよ、見てもらえてるっていうのがね励みになるので、よかったら見てやってください。コメントね書ける人はどん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 アウトプットしていって、一緒にね人生を豊かにしていきましょう。ということで今回もありがとうございました。またよろしく。